とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーシーズン6の攻略やっていきましょう。ずっとやっていくと長いので、1回から10回、11回から20回、21回から30回、それで分けてやっていきます。では、今日は1回から10回までやっていきます。では行きましょう。ではまず1回ですね、まずエンチャント入れましょう。凶暴化ですね。凶暴化が結構役に立ちます。発生率は 10% とちょっと、短めなんですけども、入ってしまえばいい感じにね敵を倒していけるのでおすすめです。で、ここはとにかく、敵が多いです。しかも毒を持ってます。なので、うまいことね、全部処理していきましょう。で、スイッチがあるんだけども、スイッチは、まず、押さないでください。まず、こっち側を全部倒して、その後に、スイッチを押すようにしてください。で、できる限り、こういう、あ、間違えた。こういうアイテム類は、もう惜しみなく、もう全部使っていってください。じゃないと、ちょっときついです。うん。極力アイテムは全部有効的に使うようにしてください。リープリーフが、ここはね、いるんですよ。で、矢を使って、こういう風に倒していっても、全然大丈夫なんですよ。でも矢がね、若干もったいないので、近接で、ある程度は戦った方がいいと俺は思います、うん、ただ2体同時に来ると結構きついです。なのでできるだけ、1対1で戦うようにしましょう。今回はちょっとね運悪く2体同時に来たんですけども、とにかく強いです。 HP も高いし攻撃力も高いので、まあ安全にできる限り1対1、まあ、今の、俺の感じで、2体同時に来た場合は、まあ、矢をね、もう惜しみなく使っていいと思います。最後の方で矢は使うけども、途中で矢を使うことは、そこまでないと思うので、まあ、この1回、結構難しいです。頑張っていきましょう。では、クリアで2回ですね。その前に、報酬。ここで、おすすめ。汚染された種ですね。取っていってください。ここは別に問題なしです。クリーパーが何体か出てきますけども、まあ、汚染された種、うまいこと使って起爆してもいいですし、3回叩けば倒せるので、全然余裕で倒していけると思います。まあまあ、種を使っていくとね、結構余裕なんで、いい感じに。倒してみてください。相手にねダメージを与えて倒すことができるんで、まあその有効活用っていうのもいいんではないでしょうか。まだいるね。もうちょっとクリーパーはいますね。うまいこと起爆していきましょう。まあもらってしまうとね結構やばいので、その時はポーションを、うん、もう、可能な限り早く使っていきます。で、ここ。おすすめはブーツですね。ブーツ。で、今回ショートカットもあるんだけども、ショートカットの時もブーツ役に立ちますし、敵と戦う時も、矢を使うやつが結構出ますので、そいつらを倒す時にもブーツは役に立ちます。エンチャポイントもね、今回そんなに必要ではないので、全然取っていって大丈夫ですね。OK。今、凶暴化が入りました。凶暴化が入ると、かなり強くなります。まあ、エンチャ1なので、そこまでね、長持ちはしないんだけども、5秒です。5秒間、キノコを使ったのと一緒ぐらい速くなるんで、強いですよ。この凶暴化が入った時は。危ない!ああいうね、ギリギリで爆破間に合わないような時もこのブーツは役に立つね。
級回避で、すごく役に立ちます。あと1体かな。はい、おしまーい。3回も、まあ、クリーパーいるんですけども、そんな問題ないと思います。ここ、報酬、ドラ。絶対忘れないようにしてください。ドラは絶対に必要です。6回でボスが出るので、そのボスで、ドラは使います。で、ここ、レイスがむちゃくちゃいます。むちゃくちゃといっても5体ぐらいかな。なんで、持続ダメージを極力もらわないように、うまいことドラとかを使ってね、倒していってください。その場に留まってると、やっぱ、アップデー食らっちゃった。まあまあ気をつけてください。種を使えばね、いい感じに処理できると思うんで、やってくださいね。よし、レイスお前で終わりか。はい。TNT 別にいらないけども、まあ一応拾っていきますね。いらなかったら、すぐに捨てるんで。4回クリアです。結構ね、序盤が難しい感じなんで、注意してください。ここ、報酬スケールメール、おすすめです。後の方までずっと使えますんで、かなりいいですね。クールダウン入れていきましょう。クールダウン2です。ここか。うまいこと当たるかな。よし。あー、ダメだ。当たんねえ。下手くそだった。下手くそだったわ。で、これ3回目の強襲で、手前のところにクリーパーが2体、この辺に出るんですよ。そいつらを注意してください。汚染された種使えば、うまいこと処理できるので、対応してみてくださいね。で、これでおしまいです。ビア。で、次、6回。6回早くもボスが出現します。2体ですね。ガストとエンダーマン。まずこっち側。ガストの方から先に倒した方がいいです。おお、サークル出なかったな。サークルが出なかった。ドラを使って倒すとかなり簡単にいけるので、ドラは必ず持っていってくださいね。まあ、6階のボスなんで、まあまあ、装甲がまだ全然紙なんですよ。全然余裕だと思います。ドラは忘れずに取りましょうね。で、ここ、何もいりません。そのまま行きまーす。あ、で、クールダウン入れとった方がいいですね。で、ここも強豪か2ぐらい入れててもいいと思います。2になると、発動率は変わんないんだけども、発動時間が5秒から10秒に伸びます。10秒になるとかなり使えるのでいい感じですね。で、戦うのはまずはこの下側、こっち側で戦うようにしてください。で、最後は上に行ってください。下にいるとクリーパー2体、すぐ来ちゃうので。うわ、もう食らってるやんとにかくクリーパー対策がここはちょっと必要になるので、立ち位置注意してくださいね。クリアでーす。で、ここ、初めて武器変えます。裏切りの刃。これかなり重要なんで、覚えておいてくださいね。ガードストライク2を入れていきましょう。ガードストライクがないと、8回9回が若干きついです。なので忘れないように、報酬で、裏切りの刃を持っていってください。ここら辺からちょっと敵がね、若干強いのよ。なんで裏切りの刃があるとガードストライクがついて、戦いやすいです。レイスは早め、持続ダメージがかなりめんどくさい。しゃあ、当たんねえ。リーチ短いな。はい。で、俺は真ん中から行くんだけども、一番奥のところから降りて行っても大丈夫ですね。よし。で、ここ、下にエンチャンターがいます。エンチャンターをまず最初に倒しましょう。まずはエンチャンター。
じゃないと敵がエンチャされてめんどくさいです。で、この上、ここにもね、エンチャンターいますので、先に倒すようにしたがいいですね。もっ、うん、OK。 エンチャントされた略奪者はすごく強いので注意してください。次9回、報酬いりません。ここがね、結構難しいです。ここ結構難しい、ガードストライク3入れといてください。やっぱ4秒と3秒じゃ結構差があるのでいいですね。で、ここ戦う場所重要です。この辺りで戦ってください。エンチャンターが、3体かな出てくるんで、エンチャンターをまずは倒すように。敵がエンチャントされると、うまいこといきませんからね。よし、 OK。 ここはほんとね、ガードストライクないとつらいんで、必ず入れていくようにしてください。で、変な場所に入らない。もうとにかくこの辺りでエンチャンター3体出るので、まずはエンチャンターを倒すようにやりましょう。はい、ではいきますね。ここ報酬で、ゴーレムをね、一応取っておいた方がいいです。ゴーレムは、まあまあまあ役に立つ。途中でね、エンチャンターの書取れるところがあるんで、そこ取っていた方がいいですね。で、ここは、めんどくさい敵が多いです。とにかくエンチャンターはまずは早めに倒す。で、その後クリーパーで、このジオマンサーの爆弾も注意しなきゃいけないという、まあめんどくさい場所ですよ。まあ、とにかく一番最初に倒すべきは、エンチャンターです。クリーパーがこんな感じで強化されてしまいますので、あれはねめんどくさい。まずは何をするにもエンチャンターから先ですね。あとジオマンサーが1体ぐらいいるかな。いた、終わりだ。え、まだいる？もう一体なんか隠れてるっぽいですね。あ、おジオマンサーのあの石の方だった、石だった。はい、ということで10回はこんな感じでクリアです。で、10回の報酬、ここ何にもいりません。取らなくて大丈夫です。では、今日はね、1回から10回までの攻略やってみました。序盤がね、結構難しいとこ多いので、注意してやっていってください。では、次は11回から20回までの攻略となっております。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。